お金がないギリシャ支援を求めるために EU 側が求めた緊縮策ご覧のようなものが挙げられています、まあ、いわゆる日本でいう消費税の増税なども含まれています、まあ、これを受けてですね生活が困窮するということもありましてギリシャが拒否をしたすると EU 側は激怒およそ1兆円の融資を凍結した一体どうするのよとなったところでチプラス首相は。 この判断をですね国民にまさに丸投げするような形で国民投票となりました昨日、その開票が行われたんですがその結果がこうです、えー、出口調査ではこれ賛成、反対、きっ抗するとも言われていたんですがなんと賛成38%反対61%で100万以上の票差がついたとこれは大二郎さん驚きの結果となったわけですけれどもね,、うん、ね今、吉田記者の報告にありましたように なんか切な主義的に今日だけは喜ばせてよって言われたんじゃたまらないなという気もするんですがこの結果はどんななににご覧になりましたか、うん、あの国民の雰囲気はさっき特派がおっしゃったような切な主義かもしれないけど、うんはい、チップラ首相というのは、うん、まあものすごく頭が回転が速くてしたたかで、ええ、闇の世界までよく知っていると言われる人ですから、うん、だから、チップラさんにしたらむしろ予定通りだったと思いますね。うん、で 今日の夜明けにアメリカ国務省の人とちょっと話したんですが、はい、アメリカの見方、まあ、その国務省の一人の見方ですけれども、えー、ヨーロッパは打ちのめされてるよねと、うん、それはどういう意味かというとです、ねはい、本当は隠れたシナリオがあって、うん、この賛成票がわずかに上回るかあるいは反対票が上回っても僅差だったら。 僅差金だったらヨーロッパはむしろ手を差し伸べてヨロあの、ギリシャ国民はよく分かってくれたから、どっちであれね、緊縮、ええうん、策をちょっと和らげましょうと、うん、支援をもっと拡充しましょうと、その予定でいたら、うん、この世論調査は覆し、出口調査も覆し、うん、圧倒的に反対が出たから、うん、これはチュプラさんは大きなカードを、実は 3, 3枚目のカードなんです、うん、1>, 1枚は中国が接近してきてるカ、えード。